あれなんか試合終わった後、あれなんか俺負けたんかなとかですね、あれ俺勝ってなかったとか、あもうあと一歩が足りなかったんだなみたいな、あれあともうちょっとこう動いてればとかですね、あそこでもう一発入れれればとか、なんかやっぱ三田さん思うんでしょうねきっとね。できればやっぱりこうチャンピオンにですね、あのベルトはぜひ欲しいなと思っているんですけども、田中さんはですねちょっとやっぱ非常にうまいというかですね、あの技も多彩でトリッキー でしかもこうサウスポーなんで、なかなか田中さんを捉えるのは難しいですね。確か5年前運よくこう判定では勝ったんですけれども、まあ、5年ぶりにちょっと白黒つけれればなと思います、はい、そうですね、ちょっと次につなげるためにはちょっと負けるわけにいかないですね、はい、ちょっとぜひ私が勝ちたいと思います、はい、まあ、それもありますし、あのできればねお客さんとか見に来てますんで、こうすごくいい試合はできればいいなと思ってます、はい、頑張りましょう2人で、はい、します。田中さん、お手柔らかにお願いします。